予想最高気温です。昨日より今日は高くなるところが多く、26度から29度くらいまで上がります。蒸し暑いでしょう。今日の天気です。岡山県は曇り、香川県は曇り、一時雨でしょう。残念でした。空ちゃん、おはよう。おはよう。会社のとこ来て。おはよう。おはよう。週間予報です。この期間、岡山県、香川県ともに雨の降る日が多いでしょう。壁が汚い。今日壁張ろう。今週は下半身麻痺の生活をリアルに発信する車椅子女子の物語です。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。山形県のほぼ中央、霊峰月山の山懐に抱かれた鶴岡市田麦町。まこさんはこれまで70本以上の動画を投稿、チャンネル登録者数は68,000人、総視聴回数は1400万回以上。今注目の車椅子 YouTuber です。撮影の様子を見守っていたのは父親の和志さん。腕太くなるんです。めちゃ太くなる。やばい。アスリートじゃない？それで太いなんだよ。いや、普通の女の子にしてみたら太いじゃん。もともと太かったのもあるけどさ、肩幅がどんどん大きくなってきて、服が着れない。前持ってた服がもう着れなくなっちゃった。大変。お父さんは山形でも数少ないバリアフリーの改装中のためです。この日は友人がインタビュアーとして撮影に参加します。いいよ。こんにちは。どうも。
藤彩さんの種もみ。このもみ殻を取り精米すると私たちが食べるお米になるんですが、実はもみには目や一番嬉しいのはお客様の笑顔です。ハートがいっぱい。レディー薬局。その一瞬を捉えるソニーのカメラテクノロジーで、あなたのかけがえのない瞬間を逃さない。エクスペリア1マーク2ドコモ。明日が来る。